ロンバルディーズは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン区、ノリータの32スプリングストリートに位置するピッツェリア、である。店は1905年に開店し、ピッツァ殿堂によって、アメリカ合衆国最初のピッツェリアと認められている。ナポリ出身の移民であるピッツァ用路のジェンナロ、ロンバルディーは53.5スプリングストリートに1897年に、 食料品店を開店し、昼休みに地元の工場の労働者にトマトピッツァを紙で包んで販売し始めた。1905年にロンバルディはピッツェリアレストランを経営するための事業許可を受け、そしてすぐにイタリア人、テノール歌手のエンリコ・カルーソーを含む顧客を集めた。彼は後年事業を息子のジョージに引き継いだ。1984年、 元々のロンバルディーズの店舗は閉店したが、10年後に32スプリングストリートで、ジェンナロ・ロンバルディー3世、ジェンナロ・ロンバルディーの孫、そして彼の幼年期の友人ジョン・ブレシアによって、新しいロンバルディーズが開店された。この中断と移転のため、アメリカ合衆国で最も長く継続的に、営業しているピッツェリアの称号は1912年の、 開店以来中断することなくピッツァを売り続けてきたニュージャージー州トレントンのパパズトマトパイに移ることになった。移転され再開されたロンバルディーズは石炭用を使用して開店当時のやり方でピッツァを焼いた。ロンバルディーズはニューヨーク市では非常にポピュラーな一切れずつの売り方をせずオーダーメイドの一枚単位で飲みピッツァを提供する珍しいスタイルの店である。 2019年、ジェンナロ・ロンバルディが真の創始者であるかどうかの疑惑が提起され、出生記録、帰化書類、及びその他の裏付け文書を調査した結果、ロンバルディは1904年11月に17歳で、初めてアメリカが死中国に労働者としてやってきたとされた。1905年に53.5スプリングストリートで、 ロンバルディがピッツェリアに関わったとしたらそれは経営者としてではなく従業員としてであった。調査ではフィリッポ・ミローンがピッツェリアを回転したことを示唆している。ありがとうございます。